陸軍幼年学校。陸軍幼年学校は、大日本帝国陸軍において、選抜した、満13歳以上、満15歳未満の男子、主に旧正中学校2年生を、将来の将校候補者として教育するために設けられた、全寮制の教育機関、軍学校。プロイゼンの2班を取って設立された。通称、略称は、陸洋、幼年校、幼年学校。 帝国陸軍の幼年学校には、幾度の変容があり、陸軍士官学校が、余科本科制度となった1920年以降では、陸軍幼年学校は、将来の将校候補者すなわち、陸軍士官学校の余科陸軍士官学校余科陸士余科。これは、後よしこと、陸軍余科士官学校に解消し、独立に入校しその余科生徒、よし生徒とならんものを、受験時に、 満13歳以上、15歳未満の若年児に生徒として受け入れて、教育す、旧生中学校相当の全寮制の教育機関であった。1940年、昭和15年の昭和15年直霊第89号、陸軍幼年学校令第一条では、陸軍幼年学校は生徒に、陸軍横菓子館学校生徒たるに必要なる素養を、売るため軍事上の必要を考慮して、 普通学科を教授し、軍人精神を慣用するところとすと定義されている。陸士予科生徒は、陸洋出身者、陸洋組と、陸洋に進まずに、一般の旧正中学校に学んでから、陸軍現役兵科将校を志願した、中学出身者、中学組から、主に構成される。陸士卒業生は、旧一期、明治十年十月卒業から昭和二十年の、 廃線までの間に約5万千名。陸養組は明治7年4月の卒業生から昭和20年の中戦時の在校生までで約1万9千名であり、人数としては中学組が過半数を占める。陸養生徒は陸士岡生徒と合わせて小工生徒とも呼称された。九百二十年代以降の基本的な小校人間の流れとして陸洋または 中学から陸士ヨカ、1896年から1903年は陸軍中央幼年学校、1903年から1920年は陸軍中央幼年学校本科。この中央幼年、中央幼年本科は地方幼年、中央幼年ヨ科の陸用卒業者のみが入校した。中央本科が改編された1920年から1937年は、 陸軍士官学校予科、1937年から1945年は、陸軍予科士官学校となり、陸士予科、吉江は、陸用卒業者のみならず、中学出身者も入校するに進んだ生徒は、陸士予科において、旧制高等学校に準ずる、普通学をメイン受け、卒業時に指定されている陛下、兵士及び、現代の士官候補生となり、約半年間の退府勤務、 この間に、形式的なものであるが階級は上等兵から号調に、進級を経て、軍曹の階級が与えられ今度は、陸軍士官学校の本科、陸軍士官学校本科。これは後陸軍士官学校に改称し、さらに陸軍航空部隊関係の閉科将校を専門的に要請する陸軍航空士官学校も、分離独立入校。陸士本科、陸士において、 より専門的かつ高度な軍事学を学び、卒業後に現代において、見習い士官、階級は、総長となり数ヶ月後に晴れて、人力軍将尉となった。陸軍航空士官学校へ進む、陛下将校候補者、航空陛下将校候補者の場合、その専門性から、余可卒業後の士官候補生としての退府勤務はないか、短期間で、 また本科卒業後の見習い士官としての退府勤務はない。陸軍幼年学校は帝国陸軍において本流となる現役陛下将校へと進む階段において最初のステップの一つとなる。なお、明治後期からは陸用卒業者は陸使用科入校試験は免除されエスカレーター式に進む。1896年、明治29年から1903年。 明治36年までは、常日の陸の地余波に後に改編される学校を、陸軍中央幼年学校とし、東京に一校を設置、上日の陸軍幼年学校と後になる学校を、陸軍地幼年学校と少子仙台、東京、名古屋、大阪、広島、熊本の各地方に設置し、各地方幼年は、仙台陸軍地方幼年学校などと地名を、公名に関した。 1903年には陸軍中央幼年学校と東京陸軍地方幼年学校が合併され、従来の陸軍中央幼年学校は陸軍中央幼年学校本科に東京陸軍地方幼年学校は陸軍中央幼年学校余科と改変出た。陸軍主管学校が余科、本科制度となる1920年、大正9年以降に、 陸軍中央幼年学校本科は、陸軍士官学校余科、陸軍中央幼年学校余科は、東京陸軍幼年学校、各地の陸軍地方幼年学校も、陸軍幼年学校、大阪陸軍地方幼年学校の場合は、大阪陸軍幼年学校に、解消となる、歴史。富士市34は、地方幼年学校、生徒150名の運営経費が、 生徒600人の旧正高等学校のそれと、ほぼ同学であり、幼年学校で、生徒1名に対し、教職員2名の体制が取られていたことに言及し、下記のように述べている。将来の陸軍将校となることが、事実上約束されており、若くして軍服に身を包み、規律正しい集団教育を受ける、エリート集団たる、陸用生徒は、当時の小学生、 中学1から2年生男子の先望の的であり、死亡が多かった。陸用入校者を選抜する長母試験の倍率は、時代によって変動したが、おおむね20倍程度を保ち、中学校のトップクラスでも合格は容易でなかった。陸用3年間の教育では、陸軍教授たる文官教官による、旧制中学校2年生から5年生課程相当の普通学、 学科教育が主となる。加えて比較的簡素な軍事学、訓育や精神訓話オブカンタル生徒などに学んだ。学科は一般中学と大差はないが、陸用ではドイツ語、フランス語、ロシア語、英語、英語は1938年より導入からなる語学、音楽と図画が重視されていた違いがある。学費、月謝は士官学校、陸軍よか士官学校、 陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍経理学校が無償であるのに対して、幼年学校は優勝であるが、陸海軍の現役佐官以下、または11年以上軍に精霊する、巡士官以下の軍人の子息、陸海軍部内において15年以上軍務に精霊する、総任官、半人官たる分官、軍族の子息のいずれかであれば、反特体制として、 学費半額免除となり、戦死者及び公務による疾病で死亡した軍人の維持は、特待生として、学費全額免除とされていた。例として、1938年、昭和13年時点での月謝は20円であった。陸軍幼年学校生と採用試験は合格、入校すると同時に軍籍に入るため、長母試験と呼ばれ、 士官学校の採用試験も同じ学科試験と身体検査が実施された。陸用受験資格は満13歳以上満15歳未満という年齢制限のみであり、2回まで受験できた。長母試験において求められる学力は中学校2年、1学期終了程度であったが、受験に際して学歴は不問であった。陸用の長母試験は高倍率であったため、 陸洋生徒の多くは中学校出身者であったが、少数ながら高等小学校出身者も存在する。特待生となる資格を持つ、戦死者及び公務による疾病で死亡した軍人の維持は、一定の成績であれば、順位に関わらずに合格とされた。陸洋生徒選抜にあたっては、理数系の素養が重視されており、数学が満点で、だが、一定基準を満たしていれば、 優先的に合格とされた。さらに、長母試験合格者は入校予定の、各陸用において精密な身体検査を受け、これに、改めて合格したものが晴れて、陸用生徒となった。修行期間は、約3年間で、第1学年、第2学年、第3学年と進み、同期の生徒たちは50名定員の訓育班に属し、さらにこの訓育班は一クラス十五名定員の、 学班に分かれる。1938年時点では、生徒の寝室は10名定員であり、これには公述の模範生徒が1名付き寄居を共にする。各訓育班には自習室が設けられ、各生徒には机が与えられる。従来は、消防人数は1機ごとに50名が定員であったが、満州事変以降は順次増員されていき、1940年。 昭和15年入校の第44期生では150名となっている。そのため当時の訓育班は第1訓育班、第2訓育班などと分けられる。1945年、昭和20年の第二次世界大戦敗戦時の全国各六校の陸用には第47期生までは3個訓育班であったものが第48期、第49期生で1個訓育班に50から60名の 生徒が在籍し、多い場合では6個訓育班、一期約300名まで編成されていた。陸洋生徒は、陸士生徒や一般の商兵同様に、休日として、日曜と祭日には外出が認められていたほか、長期休暇として、夏休みと冬休みが与えられていた。また大型行事として、夏には遊泳演習、秋には運動会と修学旅行があった。 主法も、週の中1日と日曜に開かれた。1940年改正、陸軍幼年学校令においては、陸洋職員として、校長、副官、学校府、教官、訓育部長、生徒官主事、生徒官、歌士官及び、犯人分官を置くこととなっている。おおむね、校長は、少々、大佐級、訓育部長と、生徒官主事は、中佐級、 各、生徒間は、小佐級である。特に、訓育班において、指導の中心となる、生徒間は、幼い生徒たちにとって、特に重要な存在となった。第二次大戦後半中、軍隊では大隊長級の中堅将校たる、生徒間は激化する戦地の転出が、相次ぎ、末期には一学年に対して一内し二名という、状態にな、いったため、新たに関の、 訓育班長を各訓育班に置き生徒間を補佐するようになった。生徒間においては、第1学年、第2学年の訓育班では、貧困法制かつ学術優秀な第3学年の上級生が特に命ぜられ、下級生と同じ進出自習室において、信頼、自習机を共にし、日夜その指導にあたる模範生徒、休章は、指導生徒と称す制度がある。 類似する制度は、陸士予科にも存在した。模範生徒に限らず、下級生は、日常において、上級生の直接的な指導を仰ぐ。貴様と俺の関係である、同学年でも、各半身室、日直別で印番制の取締生徒と称す制度があり、当番となった取締生徒は学科などにおいて、自身の班の引創などを行った。教官や、 上級生からの制裁について、日中戦争、品事変勃発間もない1938年春に、広島陸軍幼年学校、紅葉に第42期生として入校し、3年間を過ごした村上兵衛、陸用42期卒業後は、第57期生と提与し、陸士に進み、正委任官後は、この F 兵第6連隊の連隊騎士を経て、陸史区隊長たる、 陸軍中尉で敗戦を迎え、戦後は作家となる。紅葉第一学年当時の上級生は、第3学年第40期、第2学年に第41期生は解無であったと証言している。一方で、同期生に全校一と称されるほどには、目立って美談しないし、可愛い顔をしていた馬戸用語における地方産や少年に該当する村上生徒は、その美貌により、 模範生徒を含む上級生からあまり絞られなかったという自覚を持っている。制服、軍服の複製は時代によって幾度の変容があるが、大改正された1938年の昭和13年、直例第392号、陸軍複製改正における陸軍、幼年学校生徒複製では、上質な生徒専用のものが制定されている。 一般の菓子カンペ用の冬夏衣子とは全く異なる、調布式の物入れ、ポケット、ショルダーループ型の検証、大家刻印のボタン、かぶら袖、袖折り返しを有し、高品質の生地、下てなりず折り襟服が制定されており、またヒーローの玉縁、パイピングが検証と、袖、設計で冬衣のみに施された。特に襟には、見習い士官、士官候補生、 陸軍にお菓子館学校生徒のものに準ずる伝統の金色の金属聖章である特別貴章がつく。この特別貴章は1943年昭和18年の昭和18年直例第774号陸軍複製改正によって聖章にさらにヒーロー地で桜花謡衆がついた華麗なものとなりまた従来は無地であった謙章には桜花謡のついた 金色金属聖章が追加されている。時代によりこの陸洋生徒の襟の聖章は、有無の違いがあるが、陸洋生徒は軍防、軍帽の聖章、帽章と相まって、星の生徒とも呼称されていた。さらに、士官候補生、陸士予科生徒などと同様に、極実章と、王家、王場を刻印したバックルを備えた帯皮、ベルトを陸洋生徒は着用する。手袋、 白手袋の着用区分も、士官候補生、商工候補者、陸士予科生徒、陸業予科生徒と、同じく陸用生徒も商工に準ずるため、これを使用する。また、1900年、明治33年頃からは、陸軍地方幼年学校生徒でも、外出時に体験するようになり、以降は主に30年式銃剣を使用した。1870年、明治3年、 横浜語学研究所を大阪兵学寮に編入、幼年学者としたことに始まる。1871年、明治4年、大阪兵学寮は陸軍兵学寮、海軍兵学寮に分離され、同年東京府に移転した。1872年、明治5年、陸軍兵学令の改正に伴い陸軍兵、学寮幼年学者から独立する形として、 幼年学校が設立された。さらに1874年、明治7年、陸軍士官学校、陸士が陸軍兵学寮より離れて独立。翌1875年、明治8年、幼年学校も陸軍兵学寮より分離独立、陸軍幼年学校と解消されたが、1877年、明治10年には陸軍士官学校に組み入れられ一時消滅した。 1886年、明治19年4月に教育令に変わって、中学校令等が交付されると、翌1887年、明治20年、陸軍士官学校官制及び、陸軍幼年学校官制が制定され、陸軍幼年学校は再度設立された。1889年、明治22年6月、陸軍幼年学校官制を廃止し、 陸軍幼年学校条例が制定された。日清戦争後の1896年、明治29年5月、陸軍幼年学校条例が廃止され、代わって、陸軍中央幼年学校条例及び、陸軍地方幼年学校条例が制定された。すなわち、陸軍中央幼年学校を東京に行校、陸軍地方幼年学校を仙台、東京、名古屋、 大阪、広島、熊本に各一校が陸軍省管轄の学校として設立された。これにより、地方幼年学校に入校し3年間学び、卒業すると、今度は中央幼年学校に入校して2年間学ぶという、地方、中央合わせて5年間の修行年限となった。すると、文部省管轄の旧制尋常中学校、修行年限五年と告示する制度となり、 教育会や新聞などから地方幼年学校の廃止論が活発化した。帝国議会でも貴族院で久保田譲が廃止論を唱え、地方幼年学校廃止の権議案を第十一回帝国議会に提出する準備もなされたが、衆議院の解散によってタイミングを失ってしまう。また、当時の中学校では学校騒動が問題となっていたこと。 中学校の自由教育を受けてきた人材は、信用ならないという観念が、陸軍側にあったことから、結局廃止には至らなかった。1898年、明治31年5月12日、中央幼年学校は、東京市牛込区市ヶ谷本村町旧野戦方兵、第一連隊跡に新築された校舎に移転した。1903年、明治36年、 政府の財政難により、陸軍中央幼年学校と東京陸軍地方幼年学校の合併が図られた。その結果、同年6月29日、陸軍中央幼年学校条例を全部改正、明治36年直例第108号、陸軍地方幼年学校条例を一部改正、明治36年直例第109号し、従来の陸軍中央幼年学校を、 陸軍中央幼年学校本科に東京陸軍地方幼年学校を陸軍中央幼年学校余科とした。また、旧東京陸軍地方幼年学校の校長職を廃止し、陸軍中央幼年学校の校長が本科余科の校長を兼ねた。1920年、大正9年、陸軍幼年学校令が制定され、同年8月10日、 陸軍中央幼年学校本科を陸軍士官学校余科に陸軍中央幼年学校余科を東京陸軍幼年学校に陸軍地方幼年学校は陸軍幼年学校名古屋陸軍地方幼年学校の場合は名古屋陸軍幼年学校とそれぞれ解消された。しかし1922年、大正11年のワシントン海軍軍縮条約に 代表される世界的軍傾向の中、同年、大阪校が廃止された。続いて1923年、大正12年名古屋校、1924年、大正13年仙台校、1925年、大正14年広島校、1926年、大正15年熊本校が順次廃止され、東京の陸軍用年学校のみとなった。しかし、 翌1936年、昭和11年には再び、広島港が復活。さらに1937年、昭和12年には、仙台港。1939年、昭和14年には、熊本港。1940年には、大阪港及び、名古屋港が順次復活した。例として、大阪港は場所、楠木正重の居城近くの千代田村、現、 河内長野市に移し、4月1日に第44期生が入校した。1945年、太平洋戦争、大東亜戦争敗戦に伴い、陸軍幼年学校は、陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍丘士官学校などと共に廃止され、解散した。帝国陸軍部内では、陸用出身者が優遇され、養殖を独占した。 中学出身者は暴流であったという見解が存在する。竹石のりふみは、陸士17期、明治38年3月卒業から陸士55期、昭和16年7月卒業について、陸洋出身者、陸洋組と中学校出身者、中学組の出身過程を調査し、という3点を指摘している。竹石のりは、と述べている、陸軍将校の 補職に対しては、陸士の卒業成績、陸大の卒業成績が、決定的な影響を及ぼしていたとされる。陸士の卒業成績では、上位と下位に、陸洋組が多く、その中間に中学組が多いとされてきた。武石の理ふは、陸士15期、明治36年11月卒業から陸士46期、昭和9年6月卒業について、 陸士卒業序列を調査し、という3点を指摘し、下記のように述べている。武井石のりふは、陸士15期から陸士44期、昭和7年7月卒業の陸大卒業者について、陸士卒業成績別に、省委任官から陸大に入校するまでの平均所要年数と、陸大優等卒業者、恩仕組みの人数を指し、 というご点を指摘している。陸大に合格するには3年程度をかけての受験勉強が必要とされていた。陸大受験資格を有したのは、所属長の推薦を受けた陸士を卒業して、小委任官後に、大夫、部隊勤務2年以上の注意、少委あったが、注意、少委の期間に、陸大の受験勉強をするためには、所属長が便宜を図ってくれることが重要であり、 かつ優秀な部下が、陸大に入校することは所属長にとって、喜ばしいことであった。所属長から陸大入校を期待された、中尉、小尉に対しては、などが行われた、陸士十六期、大正十三年七月卒業の塚本誠は、中央幼年学校余科、東京地方幼年学校を経て、大正九年に、中央幼年学校本科、同年に、陸士余科に、 解消に入校したが、下記のように述べている。武井石のりふみは、中央参官が、陸軍省、参謀本部、教育総監部の課長級以上に補職されたもの、陸士15期から陸士39期、昭和2年7月卒業について、陸大卒業席時、陸用組、中学組の別、陸士卒業席時を調査し、という3点を指摘している。さらに、 陸士優等卒業、陸大優等卒業であれば90%が中上以上に至ったのに対し、陸大優等卒業のみの場合は、中上以上に至ったのは76%に止まり、明確な差が認められるという今西映像の見解を紹介している。武石の理フは、帝国陸軍において、陸士の卒業成績、陸大の卒業成績が新級と補色に大きく、 影響したため、陸士、陸大の双方において、成績上位者を多く輩出している、陸用組が、中学組と比較して、より高い階級に至って長く、現役に留まり、より重要なポストに部任される結果となったものである、と結論している。藤井三十四は、陸用組が、陸軍先進国である、ドイツ語、フランス語、仮想敵国の言語である、 ロシア語を学んだのに対し、英語しか学んでいない、中学組が、陸大合格率、陸大卒業席時の双方において、ハンデを追っていたと指摘する。藤井三34は、という4点を指摘し、陸洋組には親身に面倒を見てくれる先輩が、いたのに対し、中学組には、それがなく、幼年学校罰という、見えざる、壁が、合理的な人事を阻んだ面があると述べている。 陸洋、陸士、講師、よしには多くのブマド用語及び隠語が存在し、主に陸用では陸洋生徒を意味する KD、カデ、カデット、C を筆頭に以下を一例とする用語が使用されていた。初期の帝国陸軍はフランス陸軍とドイツ陸軍に習っていたことからフランス語、ドイツ語に由来する用語が参見される。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。